皆さん、こんにちは。今日もフィリピン・パラワン島、プエルト・プリンセサの自宅からお送りしています。今日が5月のね、11日です。水曜日ですね。ちょっと今日ね、いくつかのお知らせをしたいと思います。残念なこともあるんですけれども、6月からですね、この近くの公立の学校が、対面授業をね、スタートするかもしれないっていう噂が入っていて、で、うちの寺子屋もね、開けられるなと思って色めき立っていたんですが、どうやらもし開いたとしても、今ね、フィリピンのあの、教育システムっていうのが、今までは、以前まではね、6年の小学校の次に4年の高校、ハイスクールで終わりだったんですけど、今ね、ちょっと教育システムがしっかりしてきて、小学校の前の1年のね、その、なんていうんですか、近代、日本でいう幼稚園みたいなのも義務教育になったんです。1、6、4、2ってなったんですね。幼稚園があって、小学校があって、その次4年の、まあ日本でいう中学にあたるような、まあ、ハイスクール、あとセニアハイっていうのが2年加わったんです。だから幼稚園を除けば、まあ、642だけど、日本の633に似た感じになったんですけれども、その対面授業が始まるっていうのが、その年の上の方から、セニアハイ、ハイスクール、そしてエレメンタリーっていわゆる小学校、その順番で公立学校の対面授業が始まるようになりそうだっていう情報が入ってきて、で、今週の月曜日5月9日に選挙がありましたが、新政権がね、実質スタートする7月の頭ですよね。そこまで、まあその新政権になってからどう変わってくるかっていうふうになりそうなね、雰囲気になってきました。もちろんその州あるいは市ごとにそのやり方って違うんですけれど、もちろん州知事も市長も、まあね、パラワン島ではね、同じ部分もあるんですけれども、まあその新しくね、なんていうのかな、その舵取りを始まってから、そういうふうになってくるんじゃないかっていうふうな、情報がね、耳に入ってきて、6月からと思ってて僕はちょっとね、肩透かしを食ったようで、ちょっとじゃないな、かなりがっくりきてますけれども、でもまあ、それもこれもね、安全を考えてってことなんでしょうけれど、まあ子供たちがね、早く学校に行って、楽しく勉強できる日が来てくれることをね、望んでいます。はい。で、今ね、5月11日で僕がね、日本に行くっていう日も、だいぶ迫ってきまして、で、オフ会もね、名古屋と東京で行うんですけれども、その行ってる日、僕もいろいろ用事を、まあ、済まさなければいけないんですが、当然ね、空き時間ってあります。全部の用事がね、昼間に終わらせられることなんですね。で、昼間空いてる時もあるんで、で、その時に、オフ会に来ていただく方、ね、わざわざ来ていただいて、まあ、その参加費だってかかるわけですし、そういう方にね、なんかお返しになるのかな？少しのね、お返しっていうか、普段応援していただいてる恩返しみたいな、こととして、YouTube、ご自分でやってる方もね、結構いらっしゃるんですね。で、その方たちが、もしね、こんなジジイでよければ、その方のね、チャンネル、動画にね、出ろよっていう方がいたらね、ぜひ、協力したいと思います。僕が出たら評判悪くなるかもしれないですけれども、で、そのチャンネルをやってる方ね、もし、こんなので良ければ出ろよという方はね、お知らせください。メールを送ってください。ここに今ね、ちょっとアドレス出しておきます。あ、説明欄にも、アドレス出しておきますけれども。で、夜はだいたい毎日大丈夫ですけど、昼間もね、ポツポツ、時間帯によっては空いてたりするんで、で、その、こんなチャンネルをやってるけど、お前出ろよっていう方はね、そのお知らせいただければね、僕、ちょっと、そのチャンネルね、見させていただきます。で、そこからね、連絡始まって、ここではね、何日、どこで空いてるよって、もう言えないんで、まあ、直接ね、メールでやり取りして、時間とかね、場所が合うようでしたら、僕はね、東京東側のね、中心地のホテルに泊まっています、泊まります。東京にいるときはですね、
名古屋にいるときは、名古屋駅の近くだったかな、ちょっとよくわかんないんですけれども、まあ、東京でも名古屋でも、そういった空いてる日、空いてる時間ですね、あったら、本当にね、微力ですが、皆さんね、YouTube やっている方にも、ね、ちょっとでも協力できればと思って、こんなこと話していますけれども、チャンネル名とね、何曜日のこんな日が空いてるんだよって言ってきてくれれば、実際に僕が、東京あるいは名古屋に行って、こういう日に、この日に、こういう時間が空いてるってお知らせするんで、それがもしね、お互いの都合が合うようでしたら、僕が出しゃばってね、動画に出させていただきます。いい結果になるか悪い結果になるかわからないですけれども、微力ながらお手伝いさせていただければと思います。というのがね、やっぱり今、僕はこうフィリピンにいるわけですが、今日本にお住まいの方でも、フィリピン関係の方って多いわけですよね。フィリピン人の奥様がいる方、あるいは旦那さんがいる方、あるいは以前ね、フィリピンに住んでいらした方ですとか、だからそう、なんていうかな、そのフィリピン系って言われるのかな、フィリピン絡みのね、YouTube やってる方、みんなとね、こう、交流して仲良くやっていければなぁと思ってるってことなんですね。で、まあ、今回ね、オフ会に来ていただく方、ね、実際にお会いできるというのは楽しみなんですけれども、まあ、せっかく来ていただく方のね、ちょっとでも協力になるかどうかわかんないんですけど、できればと思ってこんな話をさせていただいています。はい。本当楽しみですよね。うん。ちょっと考えるだけでにやけてきてしまうっていうのと、久々にね、日本に行くんで、日本旅行ってなんかね、ちょっと緊張するっていうような、複雑な感じですけど、まあ行く前にね、PCR 検査を受けて、それで陰性にならないといけないっていうんで、出発日のね、2日前に受けて、うん。まあ、行きます。はい。まあちょっとね、こんな計画というか、そんな感じかな。多分ね、東京も名古屋もそうだな。なんか動画撮るとしたらホテルでも撮れるかな。まあそんなね、うるさいな。カプセルホテルみたいなとこじゃなくて、ちゃんと部屋のあるホテルを撮っていますんで、ホテルの部屋でも撮れると思いますし、外でもね、撮影できると思いますんで、で撮影してる様子をね、こうやってカメラをね、置いて皆さん撮りますよね。そこからさらに引きでね、僕はこんな方とね、動画撮ってますっていうのをこう、引き絵で撮って、まあその話の内容っていうのはね、その方の YouTube を見てねっていうんで、案内すればどうかななんて考えてます。で、こんなの、こんな風に撮ってますみたいなんで、内容まだいかないで、ちょんと切ってみたいな感じで、できれば面白いかななんて考えてます。ちょっと今まだ考えてるだけなんですけど、もしそういうのね、やりたいって方いらしたら、ぜひご連絡ください。はい。今日はね、こんな話をしています。ちょっとね、曇り空ですけれども、雨降んなきゃいいな。今日はこの辺で失礼します。